アウグストデルカ、フィレンツェ、1998建築写真とは、文字通り、建築物を撮影した写真のことである。建築物を、風景や、都市の一部として捉えて撮影された場合には、風景写真や都市写真であるとも言えるし、建築物の機能等に視点を置いて撮影される場合には、科学写真であるとも言える。しかし、 最も純粋な意味での建築写真は、建築物のデザインを見る者に伝えることを目的としていると言えよう。その手法としては、一般的には、ストレートフォトグラフィが撮られるが、デザインの忠実な伝達を目的としない場合には、ピクトリアリスム等が採用されることもある。ただし、一見、ストレートフォトグラフィ的な手法を取るものであっても、 建築写真は、その建築物自体の正しい見え方を写し取ったものとは、必ずしも言えない。例えば、その構図としては、建物外観については2点透視図法、内観においては1点透視図法的な、言い換えれば性的かつ説明的ものが好まれ、煽りの調整によって垂直方向のパースペクティブを修正されるケースが、ほとんどである。また、 どうしても映り込んでしまう人物や、電柱や電線などを消去する作業が行われることも多い。さらに、公共的な施設であっても、極度に人物が少ない状況、もしくは全くいない状況で撮影が行われることが多い。これは、設計した建築家の設計時における設計意図を明確に表現するためだが、一方でこのような建築写真の姿勢や、 硬直化、マンネリ化した表現を批判する意見もある。建築写真は撮影される目的により大きく二つに分類される。建築写真は主にその撮影地点によって分類できる。他に建物の細部をクローズアップしたものが撮られる場合もある。また、撮られる時間帯によっても分類できる。昼系の場合は建物内部が夜景の場合は 建物の外観が見えづらくなるため、外観と照明の状況の両方が記録できる白母の時間帯を狙って撮影が行われることがある。著名な日本の建築写真家としては、二川幸雄が挙げられるだろう。彼は自ら建築雑誌が、を発行して写真を発表するだけでなく、市場にて活発な建築批評を行っており、建築ジャーナリズム界において、 重要な位置を占めている。また、建築専門のギャラリーや、建築専門書店を経営するなどの活動も行っている。一般に、他分野の写真家が、建築写真を撮影することは稀だが、近年では、篠山紀信や、本間隆等の写真家が撮影したケースもあり、これは前述のマンネリ化から切り、 離れた写真が要求された結果と考えられるだろう。ありがとうございます。